前回までの僕とコビトの物語は、この森でベニキのコビトをカブと装い、そしてリトル花頭に出会い、大切なことを教えてもらった。僕は涙をこらえながら歩き続けた。後ろを振り向かずに。ワーク様なら大小人だ。僕は声がする方に走った。君は小人が見えるのかい？うん、見えるよ。かわいい草まだら。見えるんだね、草まだら。かわいいけど、触ると匂いがずっと残るんだよ。そうなんだ。知らなかった。どうしよう。匂いが取れなかったら。女の子が困った顔を見て、草まだら大小人は歌い出した。そうなんだ。ありがとう。ここは山の中だし、牛乳なんてあるのかな。この先に牧場があるよ。おじさん、一緒に行こうよ。おじさん。僕は女の子と一緒に牧場に行くことにした。このことが僕の人生を変えるなんて知る由もなかった。僕の物語は大きく変わろうとしていた。前回までの僕と小人の物語は、森の中で草まだら大小人を手に持った少女と出会い、草まだら大小人の歌を聞いた。その歌によれば、牛乳で手を洗うと匂いが取れるらしく、少女と一緒に牧場を目指すことに。その歌が気になる方は概要欄にリンクを貼っておきますので聞いてください。おじさん、牧場はもうすぐだよ。この辺りは詳しいの？詳しいよ。だって牧場は私のお家だから。そうなの？驚いた。こんなところに牧場があるなんて。ほら、あそこだよ、大乳牧場。ほんとだ、絞り大乳がいる。洗ってくるね。すごいな、絞りを乳始めて生で見た。おじさん、まさか絞りを乳見えるの？見えるよ。図鑑でしか見たことなかったけど。すごい、絞り大乳を見えるおじさん二人目だ。そうなんだ。今日はもう遅くなったからまた会いに来るね。うん、絞り大乳、あの歌歌って。また君は忘れる日が
ありがとう、いい歌だね。ケン、ケン、なのか。振り返ると、20年前に行方不明になった父親が立っていた。前回までの僕と小人の物語は、少女と共に牧場に行き、絞りおお乳の歌を聞いた。ありがとう、いい歌だね。ケン、ケン、なのか。振り返ると、20年前に行方不明になった父親が立っていた。父さんがどうしてここに、20年も何をしてたの。お前のことを忘れた日は一日もなかった。申し訳ない。今から説明させてくれ。今から20年前、ケンは交通事故により生死をさまよっていた。私は我が家に伝わる仏やカバネの羽の力を使って、剣を助けてほしいとおじいちゃんにお願いした。家に伝わる赤い羽は使うものではなく、守り抜く家宝だったため、私は家の掟を破った。私は剣を助けてくれたら、私が何年かかっても仏やカバネの羽を探してみせるとお願いした。剣は赤い羽の力で助かり、私は約束通り仏やかばねの羽を探す旅に出た。仏やかばねの羽を手に入れる方法は世界各地に散らばる。13体の四つ葉観音から観音露を集め、四つ葉観音から集めた13文字の真言を唱え、仏やかばねを呼び起こさなければならない。しかし13体の四つ葉観音はすべて標高3000メートル以上の山の頂上にいる。この20年、10体の四つ葉観音から観音露を集めたが、残り3体、険しい山にはばまれて先に進めないんだ。四つ葉観音巡りをしながら、この牧場に住み込みではたらかせてもらっているんだ。そこに懐かしい声が聞こえてきて、まさかと思ったが、ケン、お前に会えてどれだけ嬉しいか。父さんは泣きながら話した。あと少しなんだ。だけど登山を取ったからか、山に登る体力も落ちてきた。残り3つなのに。ケン、お前には寂しい思いをさせてすまなかった。父さんの涙を見て、この20年離れていた心の距離が埋まった気がした。福士さん、僕の唯一の趣味で得意なことを知ってる。山登りなんだ。大丈夫、僕が行くよ。
前回までの僕と小人の物語は、20年ぶりにお父さんと再会し、この20年のお父さんの物語を聞いた。再会から1ヶ月、父さんと次の三葉観音の山を摩擦し、作戦を立てた。県次の山はとても危険だ。父さんも3回登頂に失敗した。ケンズ、見えないものの力を信じるかい。お前は見えない力に命を助けられた。お前は仏やカバネの力に守られているはず。そして四つ葉観音は叶えば必ず助けてくれる。見えない力を信じるんだ。わかったよ父さん、行ってくる。想像以上に雪が深い。手と足の感覚もなくなってきた。もう6時間歩いている。四つ葉観音まであとどれくらいか。雪崩だ。巻き込まれたら危ない。こっちに向かってくる。どうすれば。その時父さんの言葉を思い出した。剣、見えない力を信じるんだ。仏赤羽、四つ葉観音、力を貸してください。雪男人に助けられ、気づいたら山の頂上にいた。僕の物語は大きく変わろうとしていた。Thank you.
前回までの僕と小人の物語は、四つ葉かのんつゆを集めに険しい山に登った。しかし雪崩に遭い、もうダメかと思った時に、仏赤羽、四つ葉観音に助けを求めると雪男人が現れ助けてくれた。頂上に着いた時、辺り一面大きな光に包まれた。ここまでよく来れたな、ケンよ。ご苦労じゃった。僕が四つ葉観音に会っている頃、お父さんは川の前にいた。ケンは四つ葉観音に会えただろうか。この20年毎日我が子の幸せを願った、子供の幸せを願わない親がいるだろうか。人生は楽しいことだけじゃない。どれだけ愛していてもいつかは別れる時が来る。その時までに私が伝えられることがどれだけあるか。私は四つ葉観音巡りでたくさんのことを学ばせてトゥアイタ。生きていることだけで幸せと思える毎日を。ケンにもこの四つ葉観音巡りを通じて気づいてほしい。この世の真理を。おひれかわ小人が現れ歌い出した。ありがとう、大ひれかわ小人。